おはようございます。よろしくお願いします。早速ですけど、はい。関根さん、なんかタトゥー入れたんですか？タトゥー手になんか、何これ、なんか南の島に住んでる人が、ね、なんか魔物寄ってけへんみたいな入れた。こんなちっちゃいの入れますかね。言えます、これでも小林明って書いて、こんなタトゥー入れますかね。タトゥーじゃないの？これタトゥーではなく、今ちょっと忘れたらあかんと思って、はい、ちょっとこの方を、人の名前なんですけど、ちょっと存じ上げなくて。小林明さんは、もうこの人のことは青春時代だ。そんなギター持って、渡り鳥になって。ギターで渡り鳥になる。知ってるけどさ、青春時代じゃないわ。でも僕さ、もう超大物やから、名前もちろん僕らも知ってるから。私も名前は、なんとなく分かってるんですけど。味噌ラジマリさんは知ってんやな。何ですか、味噌ラジマリさんは知ってますから、歌うまい方ですよね。味噌ラジマリ方それでるか。だからね、紅白で CG で出てる。役者としてはったんだよ、女優も。いっぱいやっぱりやってます。3人娘。ソライバリー。3人娘、うん、どういうことですか、3人。いや、雪村いずみさん、江口恵美さんね。うわ、全然知らん名前の。また、昔のいろいろ調べてください。あ、わかりました。まあ、昭和の芸能史語るにはもう絶対外されへん。そのお三方様が。うん。えー、うん、初めてというか、味噌ラジオさん、小林さん。いや、なんで小林さんか。というのも、今ちょうどここで今収録させてもらう直前に、はいはい、ここに入らせてもらう前に、下でね、なんか一升瓶を2本持ったおっちゃんが歩いてて、はい、私がここのビルに入るときに、すれ違うときに、あらわらわらって言われたんですよ。ほんで、え、何ですかって聞いて、ほんなら、いや、わらわらって言って、聞き取れなくて、うん、で、よう聞いてたら、うん、この天候が毎日続けばいいなって私のこと喋って、全然聞き取れない。何やろ、なんか行楽レジャー関係ですよね。なんかね、セッター履いてはって、なんかもうこの辺の方なんですよ。で、お酒は入ってる感じ。多分ね、一生日もだいぶ入ってる方で、ね、珍しいね、今はね。昔はよく浮世人おったけど、あ、ねえ、なんか、うん、久しぶりにそんな方におったな思って。でもね、うん、その、なんですか、私が、うんうん、まあ、そうですね、この気温ちょうどいいですねって言って返したんで、うん、もう二言目から、うん、小林明死んだんかって言われて、ほんでうち、分からなくて。そうなんや。小林明さん、なんかトラック、うんちゃらかんちゃみたいな。あ、トラックだよ、小林明。トラックだの、トラックだの、トラックだ。なんかトラックのイメージがあって、古いイメージだったんで、うん、死にましたって言ったんですよ。うんうん、ほんなら死んでへんわって言われて。いや、死んでるんちゃいます、若い方ですかって聞いたら、若ない、うん、死んでへんわでもって。ほんで、俺はその小林明と共演したことがあって、うん、はい、ほう、で、小林明は、うん、足の中に、なんかこんなプラスチックの棒が入ってるけど、うん、そんなように見えへんやろっていう話を、うん、はい、ずっとされたんですよ。おあ、そうなんですか。まだ半径1キロ以内。いやいや、今追っかけたらいいのか。確保しに行こう。出てもらおう。詳しく話聞きたいんですけど。その続きをちょっと聞きたいんですけど。いや、じゃあそれだけ聞いたら、ちょっとお酒入った人が言ったのこと言うてんかないやけど、はい、でもまあちゃんと喋ってはるんですよ。で、小林明さんとその共演もしたことが、やったら、まあ映画関係なりドラマ、言ったらありました、ね、なんか俺は映画関係やって、はい、うん、映画関係ということしか言うはる。俺は映画関係ちゃんとしたそういう昔のね、渡り鳥シリーズかもしれないし、まあほんまやね、もしかしたらすごい人かもしれない、大物かもしれへんや。結構困ってたというか、うん、うわ、どうしようと思って、もうここの入り時間もあったんで、どうしようかなと思ってたら、さっここよう出はる宮川隼人さんの上にね、すれ違ったんですけど、はいはいはい、完全に無視してそのまま入られたんです、うん、いや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 、そんなことないです。お優しい方。こんなに目立つのに。いや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 、そのね、うん、気になるし、やっぱりその人間も多分あると思う、ね、うん、先についてこの女の子やったら、なんか言うても話返しきようなとか空気は出てた、うんうんうん、あ、いやいやいや、なんかでも挙動不審やったとこもあるかもしれなくて、今下で、うん、薬の方も、薬がカバンのリュックの中に落ちて、うんうん、でもずっとこうやってたんで、ガサガサしてたのね、なんかまあ親近感持ってくれはった。いや、違う、ここいつなんかもう ややこしいもんなんか、バケ的なもん、仲間や思って、いやいやいや、
やいや小林明という名前が、はい、あの、うん、暗号かもしれない。山かもしれない。もしかしたら何か、そうやね、スパイ小林明死んだ、いや、うん、死んだ、死んだ、死にましたね、死にました、そう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 、うちしても死んでないあみたいな、うん、なんかそんなんで、うん、あれやったから、はあ、でも そんなに知らなかったの、小林明さんって。まあ、CM もなんか出たりはしてる、うん、なんかそのキーワードは出てきます、うん、あのトラック、トラクター、トラクター、赤いトラクター、赤いトラクターっていうやつですか、燃える音は来ないよね、うん、なんかそうなんです、そのキーワード、あれはあの、あれね、1985年やから、はい、まあ、多分小さい頃やと思うけど、はい、あの、熱き心に、熱き心に歌、うん、ちょっとリバイバルがね、あれヒットしまして、うん、余計分かるようなんでしょ、分からない。歌手の方で芝居もされる方と、もう芝居も、あ、じゃあ昔、あの子をペットにしたくって歌を、うんうん、めちゃ知ってます、それ、うん、はい、何千万ぐらいなんかかけたみたいな歌ですね、うんうんうん、知ってます。あの駅のやつもあるよね、駅、あ、東京 の山手線、そうか、昔は山手線行ってその歌詞の中で、そうか、小林明さんのキーワードが入ってていろいろ調べれると思うの。そうなんですね、うん、意外と小林明は知らんけど、はい、小林明がやってたことは出てくるから、そう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 、ちょっと勉強しなかった。今はあれ何や、企業名ってあれか、あの夢グループのコマーシャルし、うん、夢グループめっちゃ知ってますよ。出てくるね、あのね、嘘くさい感じの、そうそうそう、大丈夫そうですね、さっきやってました、あの掃除機のあの青の部分が柔らかくて、赤の部分が強い、うん、その関係のコマーシャルも出てはるし、そのえ、うん、え、じゃあ今お亡くなりになってない、いやいや、元気でしょ元気かどうかは、いや、その辺はね、分からへん、まあ、そう、もうこれ撮ってる時あれやけど、どんだけタイムラグがある結構あの編集とか時間 CG やったりするこれを出す時にはもう何年後これいやー勉強になりました。いやいや、そのおっちゃんに感謝せなあかんよ、ちょっとね、探して、あ、そうですか、あ、小林明推しタレントですってやってたんじゃん、はい、うんうん、めっちゃ調べてですか、調べて好きになれますかね、うん、今から頑張れますかね、なれるかもしれない、魅力ある人やと思うよ、ね、それは若い時の多分写真とか見たら、うん、はい、うん、かっこいいっていうか、あ、うん、今はもう結構上の方ですよ、ね、いや、それは、うん、今はっていうかね、うん、なるほど、だからそこで調べて、さっきジャスミンさんみたいに美空ひばりさんとも結婚してるしね、うんうんうん、え、そう、あ、そこで繋がってくるんですか、そうやね、そうやね、うん、伏線回収、伏線、いや、だからそれだけにね、世間ちゃん、はい、世間にどこにチャンスが転がってるか分からへん、はい、一生瓶を持ったおっさんから、はい、ね、あなたがこういうかバーンブレイクする得て、それきっかけで今からちょっと探しに行ってきます、もう彼女は小林明さんのね、大ファンですんで、はい、ありがとうございます、言っちゃっていいですか、タトゥー入ってるし